はい、皆さんこんにちは、ノリスケオートワークスです。今日はどこに来たのかな。これは今日はホテルだね。ホテルだね今日は幕張のイオンで全国王座最強決定戦が行われるということで見に来ました。なんとブースがいっぱいあったので買い物をしてしまったんです。こちら北海道 HRC さんのナードダンパーになります。これがねめちゃくちゃ安く売ってたんで衝動買いしちゃった。おー、いいね。これは高級なダンパーですね。これはそうですね。なのでちょっと今日の動画はナードダンパーを紹介していきたいなと思います。はい。これあれでしょ、ラジコンだとほらオイルを交換するしかできないでしょこれ。そうだね、実車の車庫調だと減衰調整があるけど、ラジコンだとオイル変えるしかないもんね。うん、何ナードダンパーって何これ。減衰力を変えられるってことこれ。俺が知ってる限りは多分ラジコン界で唯一なのかなこれ。ってことはあれだよね、これね、遠征行った時にこれオイル交換とかしないってことでしょ。減衰変えるってことは硬さも変えられるってことでしょこれ。そうだね、うん、そうすると新しいサーキット行った時に路面にすぐ減衰を変えてアジャストできる。お、素晴らしいダンパーじゃないこれ。しかもこれあれらしいよ、結構秘密がいっぱいあって基本性能もすごい高いらしいから、これはちょっとねつけたくてね買ってみました。うん、今日の動画の流れはこんな感じになってます。まず商品の特徴と内容物の紹介。本当はこれヨコモのビッグボア用なんですけど今持ってなくて手持ちのレボショック2に組んでみたいなと思います。でその後に減衰を変えた時の変化の具合、最後に市場のインプレという流れで撮っていきたいなと思います。 HRC さんのオンラインショッピングの URL を概要欄に貼ったので購入したい方はそちらからリンクで飛んでください。はい、こちらナードダンパーのシャフトになりますけども、これ実は2種類あって、ヨコモのビッグボア用、そしてビッグボアの SS っていうのがあります。ちょっとここに書いてないんで分かりにくいですけど、 SS は柔らかいダンパーを好む人向けになってるみたいなんでちょっと減衰が弱いタイプになるみたいです。でこれ、まあ、普通のダンパーはピストンに穴が開いていてそこをショックオイルが通ることで減衰を発生してるんですけど、まあ、こちらの HRC さんのダンパーはメインのピストンとシャフト本体の3箇所からオイルを流動させて減衰を発生させるという機構になってるみたいです。はい、はい、じゃあ開けてみましょう。ハロー、ハロー。はい、ナードダンパーかっこいい、やっぱ高級品だ。うん、で中にはシャフトが2本、うん、そしてピストンがすでに組んであります。うん、でこのプレートをどけると中にイモネジが入っていて、であと減衰調整用のこの赤いノッチが入ってます。でじゃあちょっと出してみましょう。硬い、結構しっかり入ってる。うん、ビッグボアっていうのはオイル量がたくさん入るっていうメリットがあるんですけど、まあ、一方でシリンダーとピストンの接触面積が大きいっていうのがデメリットになります。ナードダンパーはシリンダーとピストンのクリアランスを狭めることで、まあ、左右にブレずに綺麗にこう上下することで、まあ、ピストンロッドのガタを減らしてるっていう思想になるみたいです。でまたこの材質も摩擦が少ない材質でピストンを作っていて、ピストンの厚みを厚くすることで、まあ、これもガタをなくす一つのポイントらしいですね。まあ、通常の市販のダンパーだとピストンだけでオイルを流動させるからピストンを厚くするとオイルの流速が下がっちゃって、まあ、初期の動き出しが悪かったりっていうのがあるみたいなんですけど、まあ、ナードダンパーこの側面にスリットが入ってます。でスリットを入れることで接触面積が減って、まあ、フリクションが減るということみたいですね。で細かい点で言うとこのスリットの、まあ、ちょっと画面だと伝わらないと思うんですけど、この角の R 部分、この R も実は違っていて2種類あって、まあ、これを変えることでシリンダーとピストンの引っかかりゴリゴリ感を防いでるみたいですね。でシャフト、これ中中空構造になっていて中にこの細いシャフトが入ってます。でここをねじるとこの中のシャフトを上下させることでオイルの通る量を調整して減衰を変えてるみたいですね。でこのシャフトもまたすごくて、ここのシャフトの表面粗さ、これがいわゆる表面粗さ四つ山というものなんですけど、表面の凹凸が 0.2 ミクロン以下、すごくない？ 0.2 ミクロン、そういわゆる超鏡面仕上げっていうやつらしいんだけど、うん、まあそれによってこのスルスル感を実現しているということですね。で減衰調整なんですけど、この赤いノッチをシャフトの先端につけてくるくる回すことで
減衰を変えられます。このプラスの方に回すと柔らかく、マイナスの方に回せばどんどん硬くなるということみたいです。まあ、ネジを締めていくと硬くなる、緩めると柔らかくなるということですね。でこれ実は12回転回るみたい。無段階調整なんで、ちゃんと自分でどの辺にしたか分かってないと、あ、そっかそっか、そう、左右のダンパーで減衰が違うなってことになっちゃうかもしれないんで、ちょっとそこは注意が必要かなと思います。でこのリテーナー、まあ、通常のやつは、まあ、この辺に切りかけが入っていて、バネを装着した後にこう差し込むような形なんですけど、このナードダンパー専用品は真ん中にネジが切ってあって、まあ、このネジをねじることでネジをねじる、これネジをねじることで、まあ、ピストン位置を自由に調整して、まあ、好みのセットアップできるという特徴があるみたいです。なのでこれもまあぜひ一緒に買っていただきたい一品になりますね。まあ、最後にオイルなんですけど、これ HRC さんから出しているナードダンパー専用のショックオイルになります。10番、20番、30番と3種類あります。これはナードダンパーに使っている材料を攻撃しないように、攻撃性の低いオイルみたいですね。まあ数字が大きくなれば硬くなるんですけど、まあ、今日その10番を使ったものをちょっと触らせてもらいました。で結構ね、柔らかいとこからすごい硬くなるところまで、結構幅広く調整ができるなっていう印象だった。でまあ、10番でいいかなとは思うんですけど、まあ、10番で固く絞ってる場合と、まあ、この30番を使って、まあ、ちょっと開放して使う場合、でやっぱ硬いの使いたいときは30番を使ってあげた方が調整幅がすごく広くなりますよということなんで、まあ、一応3種類買ってみました。なのでちょっと最初は10番から試しますけども、あの硬いのが好みな方はこの辺、好みに合わせて使ってみるといいかなと思います。で最後になんですけど、まあ、ダンパー以外にこの3つ買ってます。まず1つ目、京商さんの X リングで、これは HRC の堀さんがダンパーつけるときにこれ使ってるみたいなので、ちょっと同じものを使えば安全かなと思って買ってみました。普通のダンパーを取り付けるような取り付け方じゃなくて、ナードダンパー上にシャフトが出てます。なのでこちらのフッ素コートのアルミボールナット、タミヤさんのこれをつけることで、この間からシャフトが出て減衰調整をした状態で取り付けれる。なのでこのアルミボールナットとオープンタイプのアジャスターを買ってます。でこれで車体につけていきたいなと思います。はい、はい、ところ変わって、ここはどこですか？ここはね、カスジャのね、カスカベレジャーランド、ね、そう、カスカベレジャーランド、まっちゃんもいる。で、昨日の夜ちょっとダンパー組もうと思ったんですけど、眠くて寝ちゃいました。させん。一度アクソンのレボショックにナードダンパーを組んでみたんですが、ケースの直径が違って組むことができませんでした。レボショック2の内径はハイビッグボアサイズの 11.5mm、 ヨコモのビッグボアダンパーの内径は 11.2mm なので 0.3mm ほどクリアランスが空いてしまいました。なのでヨコモのビッグボアダンパーを購入して再度組み上げてみたところ、バッチリスムーズなダンパーに組み上げることができました。さあ組み終わりました。見てみましょう。はい、これだね。長くね。長け。で今減衰ちょっとどんな感じになるか変えてみようか。変えてみよう。今が、今どんな感じ？今だね、今これぐらい。おお、すごいね。スルスル動くね。スルスル動く、これ。じゃあちょっと全部硬くしてみますか。これ回っちゃうね、こう押さえないといけないな、ね、こうやって。押さえて。まあ本当は車両側についてるからね、あれなんだけど。来たね。来た来た来た。はい、ここが全部短くなりました。これ多分マックス硬い状態、はい。これどんなもん？これね。お、お、待ってよ。硬いぞ、すごい。で、パッと離して、あ、戻りもゆっくりだね。こんぐらいの速度なんだね。ほらほらほら。で、こいつが12回転回るらしいので、ちょっと一回6回転ぐらい緩めてみましょうか。はい、はい、いきますよ。はい、1、2、3、4、5、6、はい、いってみよう。お、お、速くなったね。さっきよりは柔らかいね。うん、じゃあちょっと全部緩めてみましょうか。はい、行きます。はい、じゃあ次マックス柔らかい状態、ここシャフトが全部伸びきってますね。はい、じゃあこの状態で押してみてください。はい、
この戻りの速度を見ればすぐ分かるじゃない。ほらほら柔らかい、劇的に違うね。めっちゃ柔らかい。だから結構減衰の調整の幅としては広い方かな。広いよね。すごく広い減衰調整ができそうな印象です、うん、なんで今10番のオイルが入ってるけど、これだけでも結構幅広いバネに対応できるんじゃないかな、これ、うんうん、はい、10番のオイルの手にあれだよね。これは減衰上げるとやっぱりすごい硬くなる。そうだね。どれぐらい、ざっくり。全然ちゃうって、相当変わるよ。アクソンの50番より硬いんじゃないかなっていう印象。そうだね、それぐらいな印象だね。で、これ柔らかいのはまあ普通の5とか10とか、うん、5とか10ぐらい。だからほぼほぼみんなが使ってるようなオイルの番手の幅はこれでカバーできるんじゃないかなという印象ですね。とりあえずこれから車両に取り付けて組んでみましょう。はい、組み込みが終わりました。で、組む時の注意点なんですけど、ちょっとこれ普通のダンパーと付け方が違くて、まあ、オープン型のエンドに中を通って減衰調整のノッチがいるような形になります。なのでここのネジ部の長さを左右でまず合わせることは絶対必要です。このシャフトの長さを変えることでピストンの位置を上にしたり下にしたり変更することができるので、ナードダンパーのセッティングはこれ、ここの調整が肝みたいです。ということで台から下ろしてみましたけれども、うん、いいですね、うん、もうこの赤いトーテムポールが、トーテムポールね、立ってるだけで高級に見える、うん、素晴らしく高級だね。これ高級シャーシに高級ダンパーですか。ですね。いいね。ちょっとどんなもんか見てみましょうか。優しく変わった時もまあ動いてるね。動いてるよ。でね、後ろもこれいいんですわ。なんかもうこの状態ですごくしっとり、うん、しっとり動きます。で、後ろのバネ結構硬いんですけど、うん、これはもう最初から最後までこう同じ減衰を発揮してくれてるような、そんな印象ですかね。で、まず前後今10番が入ってるので、まあ、このオイルで、後ろはちょっとバネも硬いんで固めの減衰、今マックス硬いです。で、フロントは一番抜いた状態、柔らかい状態でこれから試乗してみたいなと思います。はい、行ってみましょう。さあ、ユタポンにまず試乗してもらってますけども、これは減衰がリア一番硬い状態、ちょっとね、フロントは固定のままでリアの減衰を変えて違いを見てみたいなと思います。硬いのどう？硬いのね、すごく後ろ止まる、しっかりしてる、変な動きもないし、見て、今マッチャーと遊んでるけど、しっかり止まる、全然ついてない。ここら辺とかすごいラインの下に乗せやすいんだよ。これフロントが一番柔らかい。フロント一番柔らかい。グリップ感がすごい高い。変な話、ゴムみたいなタイヤ、ゴムじゃないんだけど、タイヤ、ゴム感が、たわむ感じが感じられる。なんだろう、姿勢変化した後にバネが戻らないっていうか、姿勢を維持してくれるようなイメージなのかな。すごい良さそう、見てるだけで。じゃあちょっと次一回ピット入ってもらって減衰を変えてみましょう。一番ちょっと極端に最弱でやってみましょう。切ると抜けちゃうらしいんで気をつけてください。12回転です。どう、圧倒的に違う？違う、手伝くんです。止まらなくなった。押し切りがなくなった。どんな？今度は、今度はね、手伝がね、ちょっとね、どっしり感がなくなった。で、立ち上がりで結果逃げちゃう。グリップ感がなくなった。ダメが戻っちゃってるって感じかな。そう、これで逃げちゃう。
なっていうのが全然いいね。後ろ高めの。やっぱりじゃあかなり減衰は効いてるんだね。そうだね。でもそこら辺をオイルを変えずにこの場でできるっていい。そうね。コースに合わせてセッティングできる。だからまあそのバネによって適切な減衰の位置っていうのは多分あるよね。まあこんな感じでナードダンパーすぐちょっと調整して車の性格を変えることができるので、かなりセッティングの幅も広がりますね。ラジコン界唯一の減衰力調整式ダンパー HRC 製ナードダンパー、今回はこの高級ダンパーを導入してみました。最大の魅力である減衰力調整はコースやスプリングに合わせて即座に調整できるのがすごく良かったですね。基本性能も非常に高いのでダンパーの動きもスムーズだし、縮み始めから減衰力もしっかり発揮してくれます。ピストン位置によって性格もさらに変わるらしいので、今後はこの辺りをいろいろ試してみたくなりますね。なかなか高価なダンパーですが、オンリーワンのこの性能はぜひとも試してみたいところ。本日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。